はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久しぶりに川崎にございますメンデルさんにね、お邪魔しに参りました。お店の方に向かって歩いてはいるのですが、こちらのお店はね、もうめちゃめちゃ有名店、人気店でございまして、今回はね、チャレンジではなく通常のメニューを何種類もいただいていこうと思っております。そんなこんなでお店の方到着いたしまして、こちら後ろに見えるのがメンデルさんでございます。3時までの営業でね、ちょっとラスト、もう3時直前に、お伺いさせていただいておりまして、お客様もね、いらっしゃらない状態ですので、食べながら、喋りながらね、いろいろと楽しんでいこうと思っております。それではね、店内の方に入りたいと思います。はい、ということで、ただいまね、もう店内の方に入っておりまして、1杯目到着しております。こちらね、もうデフォルトのラーメンなんですけど、盛りがね、すごいっす。めちゃめちゃうまそうな匂いする。とりあえずね、早速いただきます。こちらね、スープから、あー、うまい、うまい、あ、美乳化でめっちゃうまいな、これ。ちなみにこれだと野菜の量とかそのままって感じなんですか？まあ、そうです。あ、これでその何も凍るしない状態で、やっぱ盛りすごいですねノーマルが分かんなくなってきますよねよいしょ。ちょっと続いてこれ見てもらいたいですけど、炙りチャーシューっすね。めちゃめちゃうまそう。柔らかいんだけどね、お肉らしいしっかりとしたこのギュッていう食感もあって、食べ応え抜群だし、何よりね、炙りの香りがめちゃくちゃいい。じゃあちょっとね、続いて麺いっちゃいましょうか。うわー、太くてうまそう。これこの極太、ものすごいうまそう。うわー、でメンデルさんにはね、結構特殊な麺がございまして、こちらなんですけど、五連麺っていうね、この5本がつながった麺なんですけど、これがね、食べてみたかったんですよ、僕は。全然食感違うわ、面白い。目からね、マジでうまかったっす。ごちそうさまでした。はい、ということで続いてね、2杯目でございます。こちらのメニュー2杯目がね、つけ麺でございます。で、つけ麺なんですけれども、味がね、種類ありまして、醤油に塩にカレーと3種類あるらしいんですけれども、今回はね、醤油でいただきました。それではいただきます。ひとまず麺いきたい。よいしょ。味がすごいっす。うめ、
これね、麺にもごま油が和えられてるのか、香りがね、しっかりあるんですよね。締めた麺だけでもうまい。醤油感とね、酸味も効いてて、暑い時期にはね、これ食進みますね。マジうまい。麺のコシが強いから吸うのがね、すごいっす僕らはね、こう随時吸ってますけど、普通の方だったらあんなにはね、絶対に吸れないですね。ということで、ただいまね、3杯目突入でございます。こちらのメニューがね、本日限定で販売しております四川という、まあ、辛いメニューなんですけど、こちらは汁割りと汁なしが選べまして、僕はね、今回汁なしを選ばせていただきました。めちゃめちゃうまそうなんで、早速ね、いただきます。汁なしなんで、これ全部混ぜます。うまそう。めちゃめちゃいい香りする。うん、うまい。辛みと甘みといいっすね、これ癖になりますね。うまい。もちろんね、辛みあるんですけど、辛いだけじゃなくて、あの魚介系のね、甘みとか香りもしっかり入ってるんで、辛いんだけど甘くてね、後を引く味ですね。いい汗かけました。ということで、本日ラスト4杯目でございます。最後にいただくのが、裏メニューというか、まあ、券売機にはね、書いてはいないんですが、そば屋風カレーというメニューでして、これね、皆さんでも食べられるメニューらしいんですけれども、これ、ね、めちゃめちゃとにかくね、いい匂いがしてるんで、最後ね、いただきたいと思います。いただきます。いわゆる二郎系のお店とかっていう限定で、あのこう魚介系をこんなに表に出すお店ってまずないじゃないですか。
いや豚と魚介ってこんなうまいんですね。そのねラーメンに比べると若干塩分高めではあるんですけど、この、ね、野菜から水が出るとちょうどいいバランスになってきて、多分最初と最後で段階的にこのね味がどん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 薄くなっていくので、最後までねこの重いとか濃いっていうのを感じずにね、おそらくね最後まで食べきれると思います。うん、うん、おお、これうまっ。スープだけ飲んでももちろんうまかったんですけど、麺すすった時のねうまさがね段違いですね。うん、じゃあ、アイス食べようか。